トータルエクリプス、前回に続きプレイしていきましょう。さて、高村由衣中尉を退けた後からですね。退けたっていうのかどうかわかんないけど。そうだね。お、いいね、起きた？起きてたか。一回あれだもんな、ちょっと逃げるときにも起きたもんね。風が弱くなってきたみたいだな。もう少し落ち着いたら出ようか。そうだな。あといくつか島を渡ればロシアに着くんだな。楽しみだ。またふるさとの景色を見ることができる。よかったね、クリスカ。いいにゃ。もっとよく顔を見せて。うん、いいにゃ。なに、クリスカ。これからはゆうやと一緒にね。人参食べなきゃダメよ。お薬もね。私ね、いい子になるの。お姉さんになるの。そうだから大丈夫だよ。偉いね、イーニアは。ユウヤ。なんだ？そろそろ行こう。ああ、そうだな。いいにゃ。うん、私笑ってるよ。泣いてないよ。いいにゃ。本当だよ。本当に本当だよ。特別な能力で理解し合うことができなくたって。ああ、ほんとだ。笑ってる。お前らはしっかりと繋がっている。ゆうやもね。さあ、そろそろ行っか。私は、幸せ。二人が。なんだ気が早いな。そういうのはロシアに着いてからにしとけよ。何の不安もない。よせ、そういうのは。少し眠くなってきた。ああ、わかった。ゆっくり休め。うん。ゆうや。ん？なんだ？ありがとう。クリスか。なんだよ、改まって。目が覚めたら、私が。町を案内して。クリスカ。大丈夫。訓練で歩いたことが
あるから。ああ、楽しみだな。リル・ホートの時計みたいに。ああ、三人で楽しく。ああ、クリスか、こうしていてもまだ信じられないよ。もうこの世界にお前がいないなんて。なあクリスか、あれから数日しかと、数日経ったの？あの時、そうだよね、服装も変わってるしな。あれから数日しか経ってないのに、なんか何ヶ月にも感じるんだぜ。おかしいだろ。え、こっからどうすんだろう。勝手なもんだよ。二三日顔合わせないなんて、ユーコンでもザラにあったってのに。え、っていうか、いいニアは？まあ、仕方ないよな。お前は最初から、えらいインパクトがある奴だったからな。銃を向けられた上、怒鳴られまくる出会いって、ねえだろ、普通。そんなの。ああ、そういや、俺がユーコンについて早々、ド派手な歓迎をしてくれたな。まあ、お前は俺なんか、眼中になかったと思うけど。あれのおかげで、くだらない国連の田舎基地も悪くねえなって思えたんだっけ。それまでの苛立ちやムカッパラが、あの、フライパスの一瞬で吹き飛んじまったんだ。こういうのを運命って言うのかな。なんか不思議だよな。俺運命なんて、選んだり、抗うものとしか考えたことなかったからさ。全然違う国、違う時間に生まれ、違う場所で育った俺たちが、アラスカで出会って、まさかこんなことになるなんてな。半年前の俺に教えてやりたいよ。お前はそのきっついそれ女とどえらいことをやらかすんだぜってな。ま、信じねえだろうな。実際、自分でも信じられないんだ。こんな俺があの時。あの時、お前を選べたこと。こんな俺でも、お前を選ぶことができたってことが自分でも嬉しいんだ。俺はお前に、たった一人で悲しい思いをさせたくなかったから。かけがえのない人がたった一人で辛い思いに耐えるなんてこと我慢できないから。だから俺を成立させていた多くのものを脱ぎ捨ててもお前を選べたことが嬉しいんだ。俺にそれを決断させてくれたのはお前なんだ。ごめんなクリスカ、こんな自分勝手な話ばかりで。お前は本当にすごい女だよ。今思えばお前は俺の感情が見えていたのに、それでも俺を選んでくれたんだよな。全部見えてたんだろ？自分勝手でみっともない俺の心が。だから、分かってたんだよな。俺がお前たちを本気で気にかけ始めた理由。最初は、米軍時代の自分にお前たちが重なって、ほっとけないって思っていたんだ。俺はユーコンで出会ったいろんな連中のおかげで、やっと自分の時間を生き始められたんだ。あいつらは、俺のいいも悪いもすべて受け入れ、きっちり向き合ってくれた。俺はなんていうか、やっと自分の居場所みたいなものを見つけられた気がして、でも、もう、他人を敵視しなくてもいいんだって思えたんだ。だから、あいつらがそうしてくれたように、俺も、あいつらから受け取ったものを誰かに渡したい。その一心で、お前とイニアを気にかけていた。そう思っていた。でも今ならわかる。本当はそんな立派な理由なんかじゃなかったってことが。多分俺は、軍や党にすがるお前らに、過去の自分の姿を重ねていたんだ。そういうお前らの面倒を見ることで、自分の成長を確認し、安心したかったんだ。
自分でも無意識にそれに気づいて。でも、その事実を直視するほど冷静じゃなくて、舞い上がってたんだ。いや、直視することができなかったんだと思う。それを自覚することで、自分が何も変わっていないことに気づいてしまうのが怖かったんだ。くだらねえだろ。でも理屈じゃないんだ。自分でも立ち止まってしまうことが怖かったんだ。でもそんなのどうでもよくなった。俺がどうであれ、お前は何も変わらず、いつもまっすぐにぶつかってきてくれたから。お前には俺の心が、俺自身すら気づけないくだらないものが見えていたのに。だから、お前のことを思う。この気持ちが、これが、本当の私の気持ちなのかどうかも、わからない。わからないんだ。ごめんな、クリスカ。許してくれ。正直に不安を伝えてくれたお前に俺は、誠実じゃなかった。能力を失ったことをいいことに、死にゆくお前に自分の言葉で真実を伝えられなかった。お前を安心させたくて、俺は嘘をついたんだ。だって俺は、お前を愛しているから。強いふりしてお前を少しでも安心させてやりたかったから。同情だろうが、自己、充足だろうが、記憶の転写だろうが、きっかけなんてどうだっていい。クリスカ、俺はお前愛してる。今でも。くそ、最後までちゃんと言えなくてごめんな。こんなろくでなしでごめんな。だが約束は必ず守る。エイリアが自分の道を自分で見つけるまで、俺がそばで見守る。お前がそうしてきたように、今度は俺が。当分、寂しい思いをさせちまうな。でも信じていてくれ。俺は必ず戻ってくる。そして、お前を、お前の故郷の町で眠らせる。ユーラシアを取り戻して、必ず連れて行くから。それまでは、ここでゆっくり休んでいてくれ。ありがとう、クリスカ。いつまでも愛してる。もういいのか？え？え？え？なんで？私も、祈らせてもらおう。いいか？ちょっと待って。これ、妄想なのか、本当に生きてるのか。ああ、そうしてやってくれ。説明して。説明して。ねえ。それにしても、まさかあんたたちが、生きてる！本当に生きてる！まさかあんたたちが生きていたとはな。あいにくだったな。カムチャツカの防空識別圏に入った途端、割り込んできた秘匿通信の声に我が耳を疑ったぜ。俺は我が目を疑ってるよ。ああ。我が祖国では、政治的駆け引きが特権階級のたしなみでな。下々の者たちは、それに翻弄されるのが作法だ。レーザー急所、おお。ルザク特訓を成功させて戦死したって聞いたか。確かに成功はさせたさ。ただ、その前に一悶着あってな。貴様を離脱させたあの後、何の偶然か、私たちの口封じに来た機体が、ベータどもに懐かれてな。命からがら逃げ出して、先行するレーザーヤークトに合流したというわけだ。その後は補給基地のバラキン司令に保護され、地下に潜伏。彼の私兵としてかくまわれていた。C-04 基地壊滅の濡れ衣を着せられた際に、司令の潔白と、中央戦略開発軍団の謀略を証明する証人としてな。笑ってくれて構わんよ。貴様に遠ざけろと釘を刺しておきながら、その政治に生かされている身だ。中央戦略開発軍団。じゃあ、クリスカたちがその陰謀に。地封じに来たのは、紫のチェルミナートル。私もビアチノワ少尉たちだとばかり思っていたのだが、司令の証拠固めで分かったことだが、彼女たちはその時刻、カムチャツキー基地に向け交代中だったそうだ。そうか。だとすれば、その機体の英雄はマーティカだったのかもしれない。あの頃にはもう実戦に出ていたのか。だが、私の生存秘話など、
貴様たちのしでかしたことに比べれば取るに足らんよ。そうかもな。ああ、いや、それはバラキン司令から貴様を迎えに行けと言われた時は心底驚いたぞ。その司令は一体誰から俺たちの情報を得たんだ。レーダーや電子機器で94セカンドの接近を、いや、戦績だと識別することすらできなかったはず。しかもイーニアの崩壊を防ぐというアンプレがすでに揃っていた。そんな段取りが組まれているってことは、極秘情報の収集だけならまだしも、一階の前線基地司令がそんなものまで都合よく準備できるとは思えない。まさかとは思うが、結局俺も誰かの手のひらの上というわけだ。さあな。あの機体と貴様たちを欲している何者かがいる。それだけは確かだ。だが、現場にあるものは常に見知らぬ手のひらの上で踊るのが作法だ。それが誰のものかを詮索すれば、痛い目に遭うぞ。ああ、わかってる。カムチャツカの後、それなりにいろいろ見せられたからな。ほう。だが、誰の手だろうと、俺はただじゃ踊らねえ。その腕をねじり上げて、逆に利用してやるさ。私が見込んだ通り、度胸も、思い切りもいいな。よしてくれ。そんな大層のもんじゃない。ではなんだ。惚れた女のため、は？ああ、そんなところだ。ラーラー。いいにゃ、泣くからやめてくれ。泣くからやめてくれ。その歌は俺に聞く。この歌は？ああ、クリスカもたまに歌っていた。知ってるのか、チュウさん。はあ、漆黒と攻防が天空に溶け合い、兆しの導き手がついに姿を現す。その者は絶望の果てに望まれ、人の思いによって使わされたのだ。白き結晶よりいずる命を、祖は何者によって生まれ、何者によって行くのか。赤き炎に消える命を、祖は何者によってついえ、何者によって行くのか。中佐、それは戯曲の一節だ。戯曲？スニグラチカ。え？そうだな。確かに。ビアチの勝利は、スニグラチカそのものだ。スニグラチカ。雪娘の伝説だ。ロシアではごく一般的な。そうだな。雪の生徒でも言ったものか。雪女ってこと？雪娘？どうしてそれがクリスカと？いや、その宿命というべきか。存在そのものがあまりにもな。どんな話なんだ？聞きたいのか？ああ、聞きたい。うん。聞かせてくれ。頼む、中佐。ここで一旦区切って次回これ聞いていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。